次は白馬の剣士の歌ということで、主題歌は、花の地平線ということだそうです。放送は、オリンピックの東京オリンピックの年の、1964年昭和39年の1月から10月だそうです。この歌はよく覚えております。家にテレビがあった買い立ての頃だったですね。まあそんなことで歌は大川ひろみさんだそうですけども、一緒に歌わせてもらいたいと思います。以上です。よろしくお願いします。口をあげれば嵐を起こし、天を正せば雲を呼ぶ。あれは早手か稲妻か、むしゃさっそうと今日もゆくゆく地平線。この歌を歌っている最中、ほうじろが鳴いていますね。